陸上1万メートル記録挑戦競技会19日東京国立競技場イコール放置新聞社講演男子9組は提供台の山中広尾3年が28分35秒65の自己ベストをマークし1着でフィニッシュした全10組中トップの記録だったレース後はタイムはもう少しいけるかなっていうのはあったんですけど監督からは勝ち切るレースをするようにと言われていた 意識しました、と振り返った。道組2位だった竜系大の長谷川る、竜、3年、にラスト1周で抜かれたが、粘りを利かせて巻き返すと、最後の直線で引き離す回想。大学に入ってから、レースで勝ち切るというところが自分の課題でもありました。それができたというところは、一つ収穫かなと思います。ここで勝ち切れたことをチームに還元して、チーム全体でできるようにしたい。 と頷いた帝京大は今年の箱根駅伝で13位となり、5年連続で掴んできたシード権を逃した。10月の予選会は6位で突破。山中は今年の箱根は8区6位、今月5日の全日本大学駅伝は2区6位と帝京大の主力として活躍しており、12月は合宿もあるのでしっかりとこなし、最高の状態で箱根駅伝を迎えたい。 シード権は最低限獲得したいと思っています、とターゲットを定めた。上級生となり、次期エース候補に名乗りを上げるが、一人だけ走れたとしても、駅伝では10人揃わないと戦っていけない。チームで平均タイムを意識したり、全員で目標を達成できるようにしたい。しっかりと戦っていけるんだっていうところを見せたい、と力を込める。箱根では、 どの区間であっても前半からしっかりと積極的にレースをしていきたいと思っていますと頼もしい。チーム全体で意識を高め、目標達成へ最後の追い込みに入る。